続いては30分の一本勝負、お待ちかねの全日本選手権試合です。チャンピオン二冠王の井上貴子選手です。今日はね、相手が同じタッグチームのね、吉田麻里子選手ということで、やりにくいところもあるかと思いますが、意気込みを一言聞かせてください。はい、ベルトの価値を上げるために、今日も絶対に勝ちたいと思います、ね。前回のタッグ選手権みたいにいい試合をぜひしてもらいたいと思います、はい。さあ、そして、チャレンジャー吉田麻里子選手ですが、ノリに乗ってるという感じがしますけどもね、今日はどんな気持ちで戦いますか。はい、とにかくがむしゃらに攻めていって勝ちを狙いたいと思います。はい、ね。チャンピオンの井上貴子選手とは、同じタッグチームということで、このタッグチャンピオンチームが赤コーナー青コーナーに分かれて戦います。まもなくゴングです。全日本選手権試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。アーコーナーに挑戦者吉田麻里子選手の入場です。今日吉田麻里子応援します。はい、第3試合です。皆さんお待ちかね、全日本選手権チャンピオン井上貴子、チャレンジャー吉田麻里子、注目の対決です。150分の吉田麻里子、まずはアーコーナーチャレンジャー吉田麻里子です。吉田麻里子は大成長株ですよ。そうですか、はい。そしてチャンピオンの入場です。王者井上貴子選手の入場です。2度目の防衛戦なるか、チャンピオン井上貴子、今赤コーナー入場です。赤コーナー全日本シングルチャンピオン並びにタッグチャンピオン145番と井上貴子。はい、注目の、全日本選手権ですけども、はい、この2人はですね、はい、全日本タッグチャンピオンでもあるんですよね、ということでパートナー同士の対決、これも見逃せないですね。そうですね。舘野さん、はい、後輩の米田拓子、ただいま全日本2冠を、もう飛ぶ鳥を勢い、ね、落とす勢いという感じですけども、はい、今日どうでしょうかね。頑張ってくれることでしょう。そうですか、はい、飛ぶ鳥を落とす勢いっつっても全日本と全日本タッグの2冠王ですからね、まだ白いベルトとか手が届いてないですから。せっかくのタイトルマッチですけど早いですね。早い、あ、早いですか。 3試合目でしょ。あ、もうちょっと今日はでもやっぱり、ジャパングランプリですからね。ジャパングランプリのファイナルが全部ありますから、何も下に置かれてるって意味じゃないと思うんですよね。さあ、2度納得いかない、はい、もっと上でやってくれ、なるほどね。それはまあ個人的な感情ってやつ。なるほど。さあ、2度目の防衛なるか、井上貴子、もしくは新チャンピオンなるか、吉田麻里子。さあ、ゴングです。色が黒くなって吉田麻里子は静観な感じになった。なるほど、さあどんな技が、そしてどんな攻防が見られるか。吉田がまずはロープへ、スタッフへ飛ばしたい。吉田コールじゃない、吉田ってみんなうるさいじゃない。張り手だぞ、張り手。吉田が締めた、張り手10発以上だ。そしてキック、あ、ラフな攻撃ですね。斉藤さん頑張ってほしいね。いきなり逆に井上がアームホイップだ。今のは綺麗だったね。そして右足をアキレス腱がダメです。チャンピオン井上貴子、リング中央でアキレス腱がダメ。吉田の先制ラフ攻撃をグラウンドに切り替えたチャンピオン井上貴子。さあ早く吉田、これは逃げたいところですけども、キックを見舞っても離さないチャンピオン井上。この二人結構今日ねちっこいプロレスやってない？そんな時気合入ってないですか、ね、なんか、いや、張り手の時は良かったけど、今なんか今1分ぐらいの攻防を見てるとなんか結構ねちっこいプロレスなのかなと思って今日は。さあ、足攻めに出た井上貴子です。パートナー同士の対決となったこの全日本選手権、タッグ組んでる期間が短いから、そんなにパートナー同士って意識ないと思いますよ。そうですよね、別に、はい、
もうリングに上がったのはですね、勝つか負けるかですから。おっとこれはボディスラムで珍しい攻撃、両足をロープ、一番トップロープに置いたままですね、パンチという。そしてロープへ振って、さあ右足にキック、これはちょっと吉田両足をですねキックからアキレス組んでいた。あーっと正面から跳ねてエビで丸めた。カウントは平手っていうよりは顔はたかれた感じね、ピタッときたもんね。あの意地の悪そうな井上と人の良さそうな吉田が、なんか井上貴子って見るからに意地悪そうですけどね、顔なんかね。そんなこと言っていいんですか。いや、いいんですか。やっぱ顔に意地悪さが出てると思う。なるほど、人の良さそうな吉田。吉田選手ね、垢抜けなくて田舎っぽいもんね。なるほど、そこが一番いいんだけどね。あ、でも本当今京子と貴子でしょ、なんか2人本当個性強いから、自分も行かなきゃいけないっていう気持ちがすごい出てきたみたい。そうでしょう、で頑張ればいけちゃうしね。そう才能があるからやっぱり。さあ足攻めが2位。あ、これは苦しい。やっぱ同期のやつが出てくるとそう思っちゃいますか。悔しいと思うよね。悔しい、だって実力的にはそんな差がないかもしれないし、何が違うんだろうとか、自分には何が足りないんだろうとかね、気がいいところが多すぎて。あ、気がいいって。さあ井上今度逆肩入り、吉田悲痛な叫びです。そして井上タックロープ振って、さあフライングボディアタックをかわした吉田、しかし足を削っています。吉田が一回り痩せた感じしない？私でも下だったら大きくなったかな。だけどもどこが下、引き足だったら太ったかなと思ったんだけど変わんないって聞いたんですよ。変わんないって、大きくなった後は変わんないって。ボディスラムがエルボードロップのやつ、カバー返して入った。すごいエルボー。多分はね、日焼けしたから締まって見える。そうね、締まって見えるもんね。逆にグランドコブラ、グランドコブラといっても足をですね使ってないということで、これはフェースロックと呼んだ方がいいですね。斉藤さん、珍しいねこれも ね、はい、入り方はグランドコブラでしたけど、フェースロックはグライドメイヤー。そしてボディーシーダース、今度は逆に井上タックを両足を複して逆に足では足のおかしい逆エビです。リング中央。のりおさん今言葉少なげだけど。見てる。一生懸命もう見ちゃってるって感じ。落ち着いて見られない全然。逆肩身、ちょっと井上タックを必要な叫び、あの選手というかレスラーの経験者だから、のりおさんに聞くけど、逆エビとね肩エビどっちがきついですか。腰には肩エビの方が私は嫌だった。使った、あの足が一本引っ張られるって感じで、私の方がやっぱり両足よりか反っちゃうっていう。あ、反っちゃう、持ちやすいみたい。 今それ反ってたから痛そうだなと思って今見る。両方とも効くけど、片足の方が反りやすいっていう。あ、反りやすいからやっぱり、体重を持っていきやすいっていうか。さっきから逆エビじゃなくてね、逆肩エビに来てるでしょ吉田が。だからあ、やっぱ片足の方が効くのかなと思って。さあここでなおも吉田の逆肩エビ地獄。いや今あの吉田コールと高子コールが交差してぶつかり合って面白かった。加藤さん、はい、男性ファンはやっぱり井上貴子選手応援多いですね。いや僕は吉田ですよ。いやいや、ファンの方ですね、はい、自分今あの前の方であの強烈オタクみたいな、3年4人いましたけどね、あの暗そうな男の子が一生懸命声を出して高子高子という。なるほど、打たれるシーンですね。いやファンだってシャイですからやっぱり。なるほど、そしてショルダースルーから、そしてまた吉田が逆エビジョン、すごいね吉田のプロレスもね、さあアキレス腱からですね膝十字出た井上貴子、今度は逆に吉田が足には足ということで逆エビ、そして逆肩エビというこのグランドの攻防の全日本選手権。
斉藤さん、はい、今日はなんか意外なですね結末でなんか試合が決まるような感じの話ですよね。なんかもうちょっとね飛び技があるのかと思ったら意外とですね。羽鳥さんどうですかポイント的には。私はもっとがむしゃらに行くかなと思ったんですけど、はい、これは井上がよく見ていた。今ね測定エルボーできれば綺麗だったのね、測定エルボーをさせませんでした井上拓子。そしてダブルアームスープレックスを固めたままだ。監督場内はもう高野コール、そしてマリオコール交差しています。あーちょっと中途半端だったね今ね。ボディスラムを狙ったようですが逆に押し出した人が崩れた。そしてああこれもよく見ていた吉田が井上を引きずり落として最上段からダイブ。これもかわした。今日は自爆が多いぞ。そして井上がこのペースでハイアグルの回転吉田ピンのがカウツ逆に押し込まれた。こういった攻めカウツ終わり。でも、のりおさん、はい、なんか割と2人とも焦ってるから丁寧さに欠けると思わない。いい試合しようっていうのが多分頭にあると思うから、うん、なんかちょっと手元が雑になるっていう感じ。意識してると思いますよ、うん、すごくね。タッグのチャンピオン取ったばっかりだし、2人で、はいはいはい、だからお互いにやるしかないみたいな考えだから、やんなくちゃやんなくちゃってさっきから失敗ばっかしてる。あーこれは危ない。井上ターコこれは次に行ったかと思った表情でした。カウント2。そしてミミさんの技怖いね。あれねミミスペシャルですね。最上段に上がってフライング2位がこれは自爆だ。これも井上ターコフィニッシュホールド2つ決まりませんでした。吉田、そして吉田がユチャリブレサッポー食べるダリアです。これもかわした。フィニッシュは決まらない今回の全日本選手権。さあ場外落として吉田が飛ぶのか。これは場外マットが引いてない。大丈夫かな。これは痛い自爆。そしてエプロン上の井上拓子はダイビングボディアラック到底です。ちょっと浅かったね、はい、浅かったね。一瞬一体自爆の応酬ですけども、のりおさん、はい、よし井上拓子は空中殺法はあんまりそれほど得意じゃない。得意じゃない、ジャンプ力がないみたいな、なんかジャンプ力ないみたいね、うん、今のそのまま行っちゃったもんね、うん、これはちょっと吉田場外心配です。別に誰でも誰でもトペやらなくたっていうね、うん、やる必要ないもんね。でもあれじゃん、体型的にはね、なんかジャンプができなきゃいけないような体型なんだけど、そう、うん、またタイプとしてもね、うん、これはカウントが進んでちょっと足を崩ってますね。こんな膝から落っこったら嫌だな、危ないもん本当に。何も知らずですよね最近の皆様は。チャレンジャー吉田、あ、そう、うん、特にフックなんて、うん、見てて怖いですよ。頑張り吉田。あーこれは足を崩った。これは怪我をしたんでしょうか。吉田麻里子チャレンジャー頑張り吉田。そうはいかないか。そして井上がバックへ待ってのスポン、はい、3度目ですね今日3発目足を崩った吉田をなおもバックから待ってそうはいかねえだろ。ああまたか3回食らっちゃったもんな。そしてバックへ待って右足を膝十字だ。これは吉田苦しいゲームアップか。ゴングが鳴りました。ちょっと今レフリーがロープに投げられたかなって。レフリーがいなければ投げれば、うん、でももう固まっちゃってたなって気もするから。全日本選手権30分一本勝負井上拓子10分7秒膝十字固めで2度目の防衛に成功です。こういう試合になるとは思わなかったね。そうでした、うん、激しい攻めでしたね。というかしつこいプロレスだったらもうちょっとね、うん、軽やかなプロレスになるかと思ったら でも意識しすぎた時はそうなるかな、うん、なりますね。かえって見てる方には面白くないかもしれない。自分たちは力入ってるかもしれないけど、でもなんか空回りしたなってお互いに思ってると思います。
あ、そうですか、うん、本人たちも分かりますもん。あ、そうですか。あ、タタノさんから見てこの流れというのは一生懸命やってたなって感じ。そうですか、はい。もうちょっとマリちゃんのいつもの元気印がなかったですね、いつものマリちゃんらしさが。認定書とベルトが贈られます。認定書井上貴子殿、あなたは後楽園ホールで行われた全日本女子プロレス協会認定の全日本選手権で見事勝利を収められましたので、ここに認定書並びにチャンピオンベルトを贈り、その栄誉を伝えます。平成3年1月18日全日本女子プロレス協会認定です。今上田晋司コミッショナーから認定書が2度目の防衛成功したチャンピオン井上貴子選手に贈られました。フジテレビ庁様より目録とトロフィーが贈られます。そして目録トロフィーチャンピオン井上貴子2度目の防衛に成功しました。2回目の防衛を見事に果たしました井上貴子選手が戻ってきました。またベルトが戻ってきました。はい、このベルトは、価値を上げるためにどんどん防衛して、うん、本当に全日本のチャンピオンというのは強いんだというのをこれから先も見せていきたいと思うんで、うんうん、敵は増えてくる一方なんですけど、いっぱい防衛していきたいと思います。でも今日は本当組み立てもね良かったんじゃないかというふうに放送席でも言ってました。自分ではどうだったんですか今日の試合は。ていうか同期なんで、それも一番仲いい子なんで、うん、もう何やってくるかとか次はどうなるっても大体分かるから、もうやりにくいっていうんじゃないんですけど、もうなんか恐ろしいっていうか、次はもうこれが来るなっていうの分かってても避けられなかったりとか、うん、でも本当にいい試合見せてもらいました。また強い相手が出てきます。はい、またどんどん防衛回数増やしていってください。はい、頑張ります。おめでとうございました。ありがとうございました。